はい、ということでね、今日もつむつむやっていくんですけど、今日はね、ピックアップガチャにね、来てたエージェント P を使っていこうかなと思うんですけど、まあスキルレベル3なんですけどもね、まあこのチームね、まあなんとジャイロを使うと消去数が増えて結構コイン稼ぎができるという噂があるんだけど、まあ僕ね、まあ知らない人も多いと思うんですけど、僕ジャイロが苦手なんですよね。はい。まあなんですけども、ジャイロが下手な僕でも、まあジャイロを使ってエージェント P をやったらうまく、コイン稼ぎを結構できるんじゃないかなと思います。まあスキルレベル3なんでね、まああんまり期待はしないんだけど、まあ3000、4000くらい稼げたらなって思います。ということでやっていきましょう。ちょっとね、ほんとね、ジャイロね、やっぱ片手になっちゃうじゃん。この、でも僕普段から両手でやってるんでね、この、なかなか慣れないから、もうすでにこう止まってんだけどね。オッケー。で、ジャイロはね、こう全然できてねえじゃねえかよ、おい、ふざけんなよ、マジで。今のはちょっと、見なかったことにしてくれ。ちょっと待ってね。ジャイロはね、なんか3回目の消去の時に、ここあのさ、普通にやってるぐらい、もう消しないような気がするんだけど、気のせいかな。なんかこう横にやって、グーンってやると、消すらしいんだよね。行くぞ。ここ行け、うわあ、でもタイムオブ2と5出たから、これはね、プラスマイナス0の可能性だから、これは実質プラスだから。うん。ちょ、マジで頑張れ。ここ25でも、25消えたぞ。普通にやってどれくらいか分かんないけど。待てよ。ここうい25しか消せねえんだけど、なにこれ25が限界？ちゅ、でもな、だんだん上手くなってるよ。最初な19だったかな。ここなあ、上に投げ、ふわってなっちゃうんだけど、ふわってなると多分よくねえんだよな。ここいや、おい、俺は25が限界なのかよ。なわけねえだろ、30くらい消すだろ。ここ下手じゃねえかよ、待ってくれ。オッケー。ふぅん、ここなんで1プレイでこんなに全力やんなきゃいけねえんだよ。でもな、ジャイロはこれぐらい、全力でやばい。もう疲れてきたぞ、俺は。おい、なんだよ、この1プレイでどんだけ体力使うんだよ。ただな、ここで、ここ28か !28 消したぞ。おい、30も目の前に見えてきたよ。こりゃいけるだろう。体力がない、いけくそ全然伸びねえや。ああ、2100、これ多分スキルレベル1ぐらいだよな。もう1プレイやる。ちょっと疲れるって1プレイが相当。まあ、ただね、楽しいよ。今のところは楽しいよ。ただ、大声出してるだけっていう説もあるけど。よし。一旦まずスキルを貯める。もうここだよな。やばい、全然、ああ、もう見づらい、この粒が。やばい、見づらい。よし。行くぞ。うごご!にゃい!26、まあいいんじゃない。スタート26いいんじゃない。ここ!いや、まあでも早いな。いや、もう今のはな、27だけ浮かれるんじゃねえぞ。今デカ粒があったから27だっただけだからな、本当に。ここもう下手すぎんじゃねえかよ、お前。もうちょっとうまく練習してこいよ、マジで。うっ、こあのさ、これ多分ね、動画だから伝わんないだろうけどさ、体も動いてるからね、横から横に。やばい、もう30消したい、30。うっだから体も動いちゃってるからさ、なんか真上にふわってなっちゃうんだよね。ふわってなると、あれなんだよな。いやー、24だな。今までで一番疲れるわ、1プレイが。な、邪魔量1時間やってるよりも疲れるぞ、これ。ちょ、次、もう一点集中しよう、ここ。次で決めるわ、30。うっ、
ず。おい全然いけつねえ。じゃあ待って、おい見ろ、コインも見ろ、今1800だぞ。思ってるように言ってる。おい、ふわってなるのがよくねえんだよマジで。お前もうちょっとさ、ちょっとふわってならないようにしよう。手を固定してここ。あ、もう動けなかった、もうきっついってます。ここだ、決めろよ。よくないな、よくない、一番よくないな。こう、いけ。おい全然いかねえんだけど、まあ、ただな、さっきよりはコインの量増えてるから徐々に上手くなってはいると。うお、もう痛い。やべえ、ほんとここだけの話なんだけど、最近マジでオナニーのすぎで手が腱鞘炎なんだよね。だからもう手首がクソ痛いや。ただここで頼むぞ。うわっ、おい、ふわってなんじゃねえよこの野郎。全然伸びてねえや。まあ、でも30ってちょ、4000いきてえよ。だってさ、30秒ぐらいでさ、1800だったからいけないこともないと思うんだよね。ちょ、頑張ろう。やべ、全然スキルが溜まってない。ねえ、もう40秒になっちゃったんだけど。うわ、怖っ。22かー。ちょっとさ、30見てよ、30。夢の44。44は、ん ?30。44っていくつ?わかんねえ、もうとにかく30、ここで決めよう。1個。欲しいわー。28かー。いや、デカツブあったら、ここ。頼む、決めろよ。25かよ、全然増えてねえじゃねえかよ。なんかもうスタートと全然変わんねえや。まあ、ただ、上手くなってはいるけど、まあ、残り30秒で。くそ。いやー、もう俺は25、24が限界だぞか、俺は。頑張れ。もう3プレイ目だぞ。いやー、まあ、デカツバってもさ、いやー、ちょっとね、ちょっとな、30消したいんだけど、ただ俺に30を見せてくれ。ここだな。いけ。いや、あれ、俺、デジャブか、これ。なんか、毎回同じ消去数な気がするんだけど。おい、もうふわってなんじゃねえよマジで。そう、マジでふわってなってばかな。頼むぞ、次で決めよう。もう残り10秒しかない。一回はさ、やっぱ夢見たい。ここ。じゃあ、あー、もうふわってなんじゃねえよ。ふわってならずにまとめてぐわってなってくれよ。ふわじゃなくてぐわってなれ。ここ。ダメだ。やべ、体力の限界が近づいてきた。ラストチャンスだ。ここで決めろ。いけー。下手くそが。あー、もうすぐあなたをあなただけを迎えに行きます。もうそう、すごいアバンチュール。今日だけはダンディで男前。晴れ渡る青い空にあなたといるだけでいい。夢のドライブへ、ラララララ、こたすランデブー。年がいなくても輝けたなら青春。許されるならば、いつか飛び込んでみたい。あのムチムチの海に、マチコ先生。